ひらめく人気を誇る MV ボートが今日の3月13日時点で4000万回以上のビューを記録しています。私にとって印象的だったのは平野紫耀さんの衣装で特に3番目のシーンで着用していた白いジレが目を引きました。その中に着用していた白い服装は彼を活動的で魅力的に演出しています。サムネイルに表示されていたブランドは MONCLER です。それは袖なしのベストのように着られています。 これは LOUISVUITTON のクリエイティブディレクター、ファレル・ウィリアムス氏とのコラボレーション商品で、彼らは展示会で一緒に写真を撮りました。2024年、平野志洋さんは非性別の服を多く着用し、そのスタイルは開放的です。24万2000。内側には韓国の天然真珠のブレスレットがあり、常温的に研磨されていない真珠がついています。シルバー925のパールネックレス。 4963.2円。素材、淡水パール、シルバー925、プラス金メッキ、パールネックレスはきちんとしてシンプル、しっとりとした肌触りで、白い肌に柔らかく優雅な感じがします。925金メッキのリングの色が、パールの温かい光沢をより高級感のあるものにします。普段使いに快適です。足首までのハイカットブーツ、ジッパー付き、後ろに引っ張りタブがあり、 スムーズに脱ぎ履きできます。ラバーソール。平野史洋さんが同じ色の服装と共に着用する安全な選択肢である ZARA のハイカットブーツ。価格は76ドルです。このように、ファッションとアクセサリーの選択は、個性とスタイルを表現するための重要な要素です。平野史洋さんの場合、非性別のファッションと高級なアクセサリーは、彼の自由な精神とエレガントなスタイルを完璧に表現しています。 それは彼のファンにとっても、ファッション愛好家にとっても、真のインスピレーションの源です。しかし、私たちは常にファッションやスタイルの世界で新しいトレンドやアイデアを追求しています。これらの選択がなぜ特別であり、他の選択よりも優れているのかを考えることが重要です。また、他の文化や価値観からの影響も考慮することが重要です。例えば、今日のファッション業界では、 ジェンダーレスなファッションがますます注目されていますが、これは社会的な変化や多様性の重要性に対する反映です。このような考え方は、個々のファッションの選択に対する見方や評価を変える可能性があります。そして、それは私たちが自己表現と自己認識を深める上で重要な一歩です。彼のファッションスタイルは、時には性別の枠組みを超え、自己表現の自由さを象徴しています。 彼の選択は単なる衣装以上のものであり、文化的な生命や個人的なメッセージを伝えることもあります。平野翔のファッションは彼のキャリアと共に成長し、変化しています。彼は常に新しいトレンドを探求し、自分自身のユニークなスタイルを打ち立てるために自己表現の新たな方法を見つけようとしています。彼のスタイルは彼自身の個性や好味によって駆動されており、常に新しいアイデアやインスピレーションを探求しています。 これからも彼のファッションは私たちに驚きと喜びをもたらすことでしょう。今後彼のファッションスタイルはどのように発展し進化するのでしょうか彼はさらにどのような文化的な声明を示すことができるのでしょうか彼のファッションは将来のファッショントレンドにどのような影響を与えるのでしょうか